奴は、江戸時代の武家の下僕のこと。武家に働く者の中でも低い身分にあたり、中間や織助と呼ばれていた武家奉公人を下げむ時の呼び名である。家っ子が語源であるとされる。夜景高類へのこの意味。奴は、農民や一般町民の次男三男が雇われてなることが多かった。武士が出かける時の荷物持ちなど雑務をこなしていた。 三勤交代の時には、大勢の奴が必要となるため、この時だけ臨時で雇われるということもあった。奴は大きな四角形を染めた反転を着ていることが多かった。この門所は、釘抜き門と呼ばれる。この門所から、食材を大きめの立方体に切ることを、奴に切ると表現するようになった。冷ややっこは、豆腐を八つに切って食べることからその名がついた。現代でも、 正月などにタコ揚げをする際によく見かける、やっこだコは、このやつの筒袖を張った姿を模したものである。また、遊郭や、下流界の女性が、この身分の男性の原稿を真似ることがあったことより、遊女や芸者を、やつと呼ぶことがあった。なお、古事記が編纂された古代においては、やつは、奴隷階級を意味していたと考えられる。歌舞伎、歌舞伎舞踊。 祭りの大名行列、等では、上記の奴の紛争、シュス奴が登場する場合が多い。上記の反転を綿入りにして、丸ぐけの太い帯を締め、伊て下がりを見せる場合が多い。ありがとうございます。